はい、2016年、ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在、ゼロトレーダーは FX 統一となっています。今回、半間岩先生が説明したいのは、コンピューター分析は私がほとんど半分以上、超能力使ってやってるんですけども、投資をしてるんですけども、2つでね、やってます。で、超能力もなければダメだし、超能力だけだと大変すぎて、体を壊します。で、コンピューター分析の方は誰でもできるもんじゃありません。ほとんどの投資家は超能力でやってます。コンピュータ分析よりかね、超能力、自分の頭だけで。コンピュータのプログラムとか開発とか、コンピュータの操作、高度なものが必要です。そのため、普通の人ではできません。で、超能力も同じですね。だから、両方持ってれば、コンピュータで分析させて、あと、超能力使ってね、自分の能力で使ってね、投資するのが、で稼ぐということですね。超能力も必ずないとダメだし、超能力の方は、超能力だけ強ければ、超能力だけでね、稼げる人が多いわけですね。コンピューター分析しないで、自分の頭でね、超能力使って、この位置だったら勝てるとか、今分かるわけですよ。超能力だとね。大変だけど。で、あと超能力だけ持ってる人はそれだけでね、大変ですけどね。ただコンピューター分析の方がまた超能力みたいに持ってて、プログラム操作、自作パソコンとかですね、普通のパソコンじゃ分析できませんから、コンピューターグラフィックなんか書いてついてると遅くなったりしますからね、注意してください。コンピューターグラフィックついてると速いとかコンピューターが速いとかいうのは嘘ですね。あると負荷がかかります。演算の方が優先さあります。CPU のね。この辺注意してください。コンピューターグラフィックはいりません。入ってるとかえってダメになります。これをよく知ってください。演算の方で回してきて、コンピュータグラフィックでね、には回さないというので、速くなる場合はありますけどね。通常はコンピュータグラフィック操作でね、演算用に使ってもいいのではなければ、グラフィックスは外してください。書いて演算スピードが落ちます。そんなことでいろいろ難しいんで、技術的なことが難しいんで、簡単に誰でも演算させてね、コンピュータ分析させることはできません。誰でもできるもんじゃないです。ということでね、超能力だけ使って投資する場合はね、いいんですけども、大変なんですよ。だから私の場合は半分だけ超能力使って投資してましたけど、コンピュータ分析とね、今だいたい7割ぐらいコンピュータ分析になってます。だから3割ぐらいは超能力使って、それで、コンピューターの分析データから判断して30%ね、で投資してます。で、コンピューター分析の方の方も誰でもできませんからね、超能力の方も誰でもできませんから、ぜひ注意してください。それができない人は、超能力が使えない人ね、あとコンピューター分析ができない人はいいんだけど、超能力の方が高ければね、超能力だけでもできる、勝ってる人いますから、ね、いいんですけどね、大変だということは確かですよ。で、ということです。ただ、またコンピュータ分析だけでよくできる、ダメです。超能力は必ず必要です。ね、超能力ないとダメですね。コンピュータ分析とか、コンピュータ使えるって言ったって全然ダメです。勝てません。やっぱり超能力ないとね。ということで、楽にする、体の負担を減らすためにね、超能力を30%ぐらいの能力にして、あと70%コンピューターのね、分析に動かすということで、私の場合は超能力だけだと体負担になっちゃって大変なんでやってます。
そういうことですね。体に負担にならないようにコンピューター分析で 70% 使って 30% 超能力で投資しているということですね。で、一番大事なのは超能力ですね。ね、コンピューターなしでね、勘でね、超能力の勘で上か下かバイナリーオプションを勝つということですね。一番大事なのはね。で、それだと大変だから機械を使ってコンピューターを使ってスーパーコンピューターを使ってコンピューターをでプログラムしてたりデータで分析したりしてやって体を楽にしましょうということですね。で、私は 70% ぐらいですね。コンピューターが超能力は 30% ぐらいですという使い方で私は仕事をやってます、ね、そういうことでよく勉強しておいてください。コンピューターの使うんだったら分析するんだったらコンピューターの超詳しくないとやっぱりでダメです。できません、普通のパソコンでも使えません、ね、自分で組まないとね、自作パソコンでね、専用にね、ということでまたスーパーコンピューター必要ですね、まだ私変えてませんけど買いたいと思いますけどね、ただ楽になると思います。そういうことだね。こちらはライブ投資ですね。本番のセミナーで。これ 80% 以上なんだけど、今回こちら 90% 以上で取れないか、分析データ出ないかって見てます。未知の世界です。こちら分析だけでね、データを取っとこうと思って動かしてます。真ん中ね、90% 以上、10個以上の取引、30ピコ以上ですね。こちらライブとして本番中ですけど 80% 以上10個以上20ピップス以上ですからね、こうシグナル出てますけど、これ 90% 以上なんで何も出てません。それから平均ピップスが30ピップスですごく余裕なんですね。そういうのが出てこないかなということで日夜動かしてますけどシグナルが全然出てきませんね。見つかって